はい、皆様こんにちは、こんばんは、テレテレ百貨店テルカイザーでーす。はい、今日ね、たまたまゴールデンウィークね、うろうろしていたらね、トミカがね、安売りで売っていたので、ちょっとね、買ってきたんでね、まあ軽く紹介できればと思っております。まあトミカであればね、普通いろんなね、働く車とか、あとはね、乗用車とか売ってると思うんですけど、まあトミカシリーズではね、まれにね、こんな感じの、戦車が売っていたんでね、こちら2つ買ってきました。まあたまたまね、2つでね、まあワンコインじゃないんですけどね、2つでね、安く売っていたので、こちら買ってきました。で、何買ってきたかというとね、トミカね、プレミアムの、03と16になります。で、一つのね、トミカプレミアム03の方は、自衛隊90式戦車スケール124分の1ね、こちらを買ってきましたんでね、これね、軽く紹介できればと思っております。あとね、トミカプレミアム同じようにね、トミカプレミアム16番の陸上自衛隊の16式、機動戦闘車という形でね、これ戦車じゃないんですかね、戦闘車という名前になっておりますね。で、方針がね、上下、左右動きますと、あとね、砲塔がね、旋回しますという形なんでね、まあ面白いなと思ってね、買ってきました。03の方はね、こんなパッケージになってましてね、いつものトミカシリーズですね。はい、これね、まあどんぐらいね、動くのかなと。あとこちらもね、16もね、こんなパッケージでね、こちらはね、ここに明らかにね、ね、砲塔と刀身が動きますよと書いてあるんでね、ちょっとこちらを見ていければなと思っております。じゃあね、こちら03からね、開けていきましょうかね。はい、こんな感じでね、まあ、トミカはね、皆さん、同じようにこれね、箱も取っているんでね、私も取ってね、この箱の上にね、並べようかなと思ってます。はい、こんな感じでね、簡単な説明書ですね。はい、こんな感じでね、方針はこうやって付けますと説明書と、あとビニールに包まれておりますね。まあ、このビニールもね、取っとこうかなって感じですかね。はい、方針がね、ちゃんとこんな感じで袋に入っておりますが、プラスチックなんでね、これ、折れないように気をつけてください。じゃあ早速ね、つけちゃいましょうかね。この方針に関しては、特にないっすかね。はい、上下左右はね、ないんでね。ただこのね、刀身のね、方針の先がね、一応つける方向があるんでね。はい。硬くてね、なかなか入りましたかね。ここがね、T 字型になってるんでね、ここだけですかね。はい。こちらね、まずこちら、03ね、90式戦車、自衛隊90式戦車についてはこんな、形になっております。で、これがね、動く感じですかね。これに関してはね、上下動かない感じですね。こっちの砲塔の方がね、上の部分が、ね、ぐるっと360度回る感じになってますね。はい。で、あとは下はね、これは特にね、動かない感じですかね。まあ、あのね、キャタピラがついてる、ゴムのキャタピラがついてるって感じですね。まあ、動くとは思うんですけどね。まあ、無理に動かさない方がいいかなと。はい。前から見るとこんな感じです。後ろから見るとこんな感じになってます。で、横からですね。で、若干ね、ちょっとこう動かした状態だとこんな感じになっておりますと。はい。結構ね、カラーリングもね、きれいに塗られていてね、かっこいいですね。上の部分はね、鉄ですね。で、下の部分がね、プラスチックという感じになってますね。はい。まずこちらが、一つです。はい、続きましてね、これビニールもね、ちょっと取っておきましょうね。はい、続きましてこちらね、トミカプレミアムの16番のね、16式、機動戦闘車ね、こちらを開けていきたいと思います。はい、こちらも先ほどと同じ構成になっていて、ビニールに包まれてますね。こっちはなんかね、白い厚紙がね、入っていて、ちゃんと箱が潰れないようにね、構造になってますね。はい、こんな感じでね、こちらもちゃんと、ビニールに入っております。で、刀身がね、砲身がね、ビニールに入っておりますという感じですね。はい。これもね、プラスチックでできてるんでね、折らないように気をつけてください。
で、方針はね、細い方が、ね、先につけますという感じですね。前から見るとこんな感じになっております。で、横から見るとね、こんな感じになっております。で、後ろがね、見るとこんな感じになっております。で、かなりね、こんな感じでね、タイヤの機動力の方はかなりね、動く形になっております。で、上の部分ね、こちらが方針がこんな感じでね、凹凸ですかね、360度回転する形になってます。で、さっきのと違うのはね、ここの方針がね、上下左右に動きますという感じですね。こんな感じでね。でちょっとこうね、上に上げ具合で前にね、やるとね。はい。あ、これがね、だから戦車と違うのは、これは16式の機動戦闘車だからね、車タイプなんですね。ね、ちょっと僕はそんなにね、世界の戦闘、車両ね、詳しいわけじゃないんでね、戦車とか飛行機詳しいわけじゃないので、わからなかったんですけど、こちらはね、ちゃんとね、8輪のタイヤがついていて、タイヤでね、だからこう、機動力がすごいんでしょうね、こちらは。まあ、だからこれね、こんな感じで走るやつになっていて、こちらはね、戦車だから、下がね、キャタピラになってるといった感じでね、はい、こんな感じで違いがあるのかなと思っております。はい。以上となります。はい。ちょっとね、こちらね、安売りしていたので、ちょっと気になったんでね、購入してきましたが、はい、トミカのね、プレミアムの03と16、こちらを購入してきました。はい、こんな感じでね、トミカね、結構店頭で、こういうね、クリアケースに入ってね、もう見えるようになってるんで、大体はわかると思うんですけど、まあね、もしね、なんか中身知りたいなという時のね、参考動画になればと思ってやっておりますんでね、まあよろしければね、チャンネル登録お願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。こんな感じでね、いろいろなものを開封レビューしておりますので、よろしければ、ね、引き続きご視聴いただければなと思っております。以上となります。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバイ。